ないよ。さて、食べておいよ。食べておいて、食べておいて。ぶどうもおいしいね。パイナップルも食べとくき。いる人。食べて。あ、ごん。食べて。かわいい。おしい。おいしい。じゃあ、めくらんでいいよ。そんな一口で食べるもんでしょ、それ。おお。おいしい。そんなちまちま食べるもんなんパイナップル。おいしい。君多分それより欲しいんでしょ。こっちバナナだ。それもだいぶ悩んでんけどな。結局そっそタオ君もやっぱバナナがすくというイメージあったから。タオ君はもうバナナですね。もうここは外せられへんかなと思って。もうバナナですね。めっちゃに合われへんから、あれもこれもいけへんから、だいぶ悩んで、それとりあえずそれにして。本当、いや、この戻ってきてるタイミングでどっかで会えたらいいなと思ってたんですけど。うん、水曜日は雨やったやろ。そうなんですよ。今日どうかな、でもで北海道行くのも聞いとったからよ。もう今日逃したら絶対ないと思うんだからもう。5月の頭でもう北海道なんで。うん、すごいね。すごいな。上手上手。食べるのそれ。おいしいおいしい。うまいことむくやん。上手上手。入らんのじゃん口の中それ。おいしいね。やったやん。やっぱり2年近く会えへんなのだいぶ大人っぽくなったな。なりますね。やっぱり顔が凛々しくなってきました。ちょっと顔がキュッて集まってたのがやっぱり広がるんで、うん、大人っぽくなりますよね。さあ、タオ君大きくなったって聞いとったし、実際に見て大きくなったなと思ったけど、めちゃくちゃでかいってほどではない。でかいというほどでもないな、はい、はあ、まあでもいつやったかな、今多分まだこう細身な感じですけど、福岡にそれこそ行く直前、うん、めちゃめちゃお腹出てて。あ、そうなん、はい、結構今お腹へっこんでる方なんですけど、うん、パンパンにもうなんかなってて、うん、衣装とかなんかもう張ってるやんみたいな。うーん、あのウキウキの T シャツの衣装とかもなんかこうお腹だけ出てるのめっちゃわかるなっていうぐらいお腹出てたんですけど、うーん、なんか最近もうへこみましたね。うーん、その季節のなんか時期なんかあんのかな、そういう時期がですかね。なんか最近でもなんか食欲また戻ってきて、何でもかんでも食べるようになりましたね。好きね、その、そこ綺麗に食べるね、いつもいつも、うん、いいやつだとって性格もヤンキーになってますいいじゃない、大切じゃない、座って、もういい、いいじゃないの、どうしても目が合ってしまう、座ってないよ、どうでしょう、それでもまだあるやな。それでもあの威嚇されてもまだタオ君ぐらいだったらまだ可愛らしい感じはするな。しかもこうタオの威嚇どっちかっていうとちょっとなんか、ね、そんなにこれ怖くないな。なんかこうこっち来んなって感じなだけなんで、うん、ちょっとビビってるんですよ、ね、ちょっとビビってるんですよ見とってもなんか はい、そんなにこう恐怖は感じひんわ。ランマルとかハルちゃんっていうのも、ランマルくんはなマジでな、近すぎたらやばいと思う、ね、その威嚇とかに比べたら全然まだマシな方なんでいいんですけど、でも増えましたね。でもランマルくんも離れとったら割と結構いい子なんですけどね。そう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 、めっちゃ感じえねんで、だその距離を距離を間違えると、ランマルくんはマジで危ない、ね、本当に、うん、まあ、タオ君はまだそんなに危ないと思う、まあ、ほんま危ないんやろうけど、そこまでそこ思えへんな、うん、まだまだですね、うん、まあ、でもだいぶ大人の階段を上り始めて、うん、また抜歯しに行かないといけないんですよね。犬歯が入ってきて、あ、まだしてないのか。してないんですよ、うん、今福岡ですんやろ。そうなんですよ。で福岡いる時に生えてこなくて、あ、そうなんや、おっせえなみたいな話をしてたら、
神戸帰ってきた瞬間にもう帰ってきた、帰ってきて、みたいな。いや僕も今見て口開けて見て模したんかなと思った。今生えてきたの。下が今生えてきましたね。まだ1本だけなんですけど。結構伸びるやんな。伸びますね、だいぶ。まあなんで。びっくりするぐらい。下の葉だけとりあえず北海道行って、まあ、1回福岡戻って抜歯だけして帰ってくるかなって感じですよね。北海道の店は 5ヶ月？4ヶ月です。4ヶ月？ 5、6、7、8月末までなんで。長いです。なかなか この辺におれへんから。そうなんですよ。ちょっとちょこう、まあ、見ませんよ。今こうどこでやっとくか分かるからええわ。そうですね、うん、これがなかったらもう多分なかなか取られへんと思う。今までやったらそのツイッターとかに上がっとんのを見て、あそこやってるんやと思って、まあ土曜日やっとんやったら日曜日もやってる可能性が高いなぐらいで、でも絶対やないからな。たまに変わる時もあるもんな。たまに土日で全然違う時があるから絶対やないねんけど、そのそれで、ぶどうまだ入っとったんやな。なや。食べたと思ってた。まあ最近それがないから、こっちもその予定が立てやすいって。よくファンの方からも言っていただけますね、それも。見えるようになったから行きやすいわって、うん、できてきたらほんま水曜日ぐらいに上がった方が予定は立てやすいよな。その前日その行き場所によってはやっぱり前日に分かっても遠いとかやったらなかなか行きにくいのがやっぱあるやんか、はい、まあ水曜日ぐらいに分かったら、まあ僕らは今ちょっと用事があるからなかなか土日とか土曜日とかもう土曜日完全に会うとねんけど。あ、そうなんですね。そう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 。でもまあある程度前もって分かっとったら予定とか立てやすいからな。急にとかなったら、あと雨とかの都合もあるからよ。そうですね、確かにそれはそうです。いろんなこと考えよったらやっぱりちょっと前もって上がった方が分かりやすい、行きやすいな、行きやすい。どうすか、まあ、神戸も基本的にはこの何かな、このいっぱいコンビ来てるから平均的にできるだけ取りたいと思うとんねんけど、分からへんな。そう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 、なかなかやっぱりな、難しいんやな。僕は特に移動が多いので、うん、ただまあこういう場所さえ分かればですね、うん、こっちにいたらいいんですけどね、うん、あんまこっちにいなくなってきましたもんね最近、うん、なあ。貴重や、貴重、まあ、このタオ君僕たちもレアになってきましたね。ほんまレアやマジで、マジで。次なんかもうあのゆめちゃんとかばっかりなんですけど。もうこれ選手が寄せ出てからよ、はい、もうこの日だけもう余計なことせんとこ。本当この日と、この日選手ここを逃したらもう当分いつなんか分からへんからマジで。あとは天気だけやな。でもう毎日天気見るよ。よかったです、天気よかった。しゃくりしてんの、しゃくりしてんの、ちょっと出てるかもです。バナナ一気に食べたって言ってそう。ああそうか、いいよ。